石油生成とは原油を生成して燃料油、石油化学製品など多種多様な製品を製造する工業プロセスである。石油生成工場は原料受け入れから製品を製造する設備と各種付帯設備からなる。これらの設備はその機能によって次のように分類できる。以下、生成の流れについて解説する。スキーマティックフローダイアグラムオブエーティピカルオイル。 リファイナリー上圧上流工程白油化工程。上流は混合物を各成分の沸点の差によって分離するプロセスである。原油を直接上流する上圧上流装置や、そこから得られる重油を、さらに上流分離する減圧上流装置がある。上流によって分離された各生成物は止め分と呼ばれる。なお2013年時点の石油生成、石油化学産業で消費される。 エネルギーの約40%は上流操作による分離、生成によるものである。分解反応によって、高沸点の重質止め分からより低沸点の軽質を得るプロセスである。流動接触分解、熱分解、水素化分解などのプロセスがある。この工程により、初期上流工程のものよりもオルフィンに富む軽油製品や、億単価の高いガソリンを生成することができる。 低沸点の形質油は需要が高く、この工程により、原油からは蒸留装置のみの場合より、製品収量を上げることができる。触媒の存在下で、原料油に水素を加えて反応させ、異様などの不純物を除去する水素化生成が代表的である。触媒反応によって、ガソリンのオクく単価を高める接触改質が代表的である。 製造設備が消費する電力、水、燃料、蒸気、圧縮空気などを供給するユーティリティ設備、排水処理設備などの環境関連施設、入出荷に関わるタンク、パイプライン、貯油施設、港湾施設などがある。また火災防止のためタンクに固定砲消火設備、消火栓、化学3点セットあるいは化学2点セットを完備している。また、老油防止のため、 オイルフェンスや吸着剤、回収線を備えている。液化石油ガス、ガソリン、ナフサ、灯油、ジェット燃料油、軽油、潤滑油ベースオイル、重油、アスファルトなどがある。設備構成によっては、方向族炭化水素や、プロピレンなどの石油化学製品も生産される。日本にある、主な製油所において、設備が、能力いっぱいで稼働する際の1日あたり処理量は、 2008年時点で、核上圧上流装置の合計で489万4924バレル、核減圧上流装置の合計で177万4500バレルである。2017年4月には、上圧上流装置能力は、合計351万8800バレル、日になっている。戦略プロポーザルマイナス分離工学イノベーション。 持続可能な社会を実現する分離の科学技術。国立研究開発法人科学技術振興機構。2016年3月。2017年2月2日。閲覧。製油所装置能力。装置別潤滑油生成設備一覧。潤滑管理とメンテナンスのポータルサイト。 純通ネット 21http コロンスラッシュスラッシュ www.paj.gr.jp スラッシュ statis スラッシュ statis スラッシュデータスラッシュ08スラッシュ paj ス8生成能力一覧に10万 1704pdf 石油連盟製油所の所在地と原油処理能力ありがとうございます